山鳥竹もどきは、イグチもクイグチか山鳥竹ぞ。外国では、ボレタスエスティブリスとしてよく知られ、英語圏では、サマーセップとしても知られる。ヨーロッパの落葉性樹林に生えることが多く、多くと強制的な関係を持っている。夏に小実体を作り、食用になるため人気がありキノコ狩りで集められる。最初に、この種が記されたのは、ヤーコブ・クリスティアン・シェーファーによってであり、 1774年のことである。これは1793年に記したボレタス・エスティブリスとして記したジャンジャック・ポーレットに先立っており、学名の優先権を得てボレタス・レティクーラタスが学名になっている。しかし、外国ではボレタス・エスティブリスとして知られていることの方が多い。山鳥竹もどきはヨーロッパや日本などの北半球の広い範囲に分布しており、 夏の初めから秋の終わりまでにブナなどの紅葉樹林や松などの新葉樹との根性林の地上に発生する。暖かく湿度の高い、特にフランス南西部で一般的である。山鳥竹もどきの小実体は膨らんだ。球根状の柄と大きい饅頭型の傘が特徴的である。傘は丸く、直径は20センチメートル近くになる。茶色をしており、 乾燥している際には、赤葛色の外皮になっている。時にひび割れると、中に白い面が見える。また、外観には、網のような模様が現れる。過色の入口に見られるように傘の端の白い部分が曖昧であるか、全体的に欠乏していることよりも、より暗く、より均一な影を持ち、滑らかな傘の感じは、この種を見つけるのに、鍵となる重要な特徴である。 傘の裏の観光と奉仕の史実層は最初は白く、時間をいるごとに白から黄色に変わっていき最終的に茶色い色になる。柄は中央についており高さは15センチメートルほどに育つこともある。また強く盲状の模様が現れる。柄も白から茶色に変化していく。肉は白く細く、固く締まった身をしており、山吹色のような色をしていることもある。 他のイグチかのキノコ同様、虫の幼虫に食われることも多い。また、香りが良い。食用の山鳥竹、すすけススケ,ケ紫山鳥竹、通常腐食の苦い口、毒の移ろい口、強毒の毒山鳥と外見が似ている。毒山鳥の柄には、毛状の模様がないことから区別することができる。移ろい口は、正近の場合は、柄が、 山鳥竹モドキと比べると細く根元が膨らんでいない。また、観光を傷つけると色が濃くなる。ゲノム解析により、山鳥竹モドキは山鳥竹とススケ山鳥竹との姉妹菌であり、これら3種の祖先は EN ボレタスママレンシスであることが分かった。山鳥竹モドキは多くのイグチ類同様に料理に好まれて使われている。味には癖がないが、 肉は山鳥竹よりも柔らかく細ついて歯ごたえが物足りない。乾燥したものの香りも山鳥竹には遠く及ばない。ありがとうございます。